皆さんご機嫌ですか？どうも、キボです。質問、シュークリーム食うと必ずお尻の方からクリームがはみ出るんだが、これなんとかならね？あるね、これね。手がベットベトになんだよね。これなんとかなんないかな？どんな体してんだお前。いや、人間の方じゃねえよ。というわけで今回は正しいお寿司の食べ方動画がツッコミどころ満載だったんで、ツッコんでいきたいと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではポチッとな。 The Japanese Tradition。 寿司、日本の代表的スナック、それが寿司です。いや、スナックじゃねえよ。いや、ちょっと待って、いきなり間違ってんだけど大丈夫これ？この寿司を食べるショップが寿司屋です。ショップ言うな、服屋じゃねえんだから。日本人のほとんどがこの店を毎日利用しています。いや、毎日は無理。いいとこ給料日に回転寿司だよ。これが寿司屋の入り口です。こののれんという短いカーテンをくぐるには、左から3つ目の切り込みの右側、斜め48度に 3.2 インチ上がった部分に手の甲を当てめくります。そんな細かいルール聞いたことねえ。店入る前に挫折しちゃう。入店が閉店予想時刻の30分前を超えた場合、まだやってる？これはまあ使ってる人いますかね。ようやくまともな説明が来た。まだやってる？まだやってる？まだやってる？閉店直前に客来すぎ。お前らもうちょっと早く来いよ。さあ、いよいよ入店です。2人なんだけど、これは人数を表します。同様に3名の場合は3人なんだけど、4名の場合は4人なんだけどと言います。ただし1人の場合は目で若干の申し訳なさを表すのがポイントです。いいだろ、別に客なんだから。もっと堂々と入ってくれ。寿司屋に来たらカウンター席を利用するのが醍醐味です。しかし気軽に座るわけにはいきません。礼儀作法を重んじる日本では必ず先に来ている隣の客に、ここよろしいですかを言います。お、これはいいですね。そう、日本人は礼儀を大切にしますからね。いよいよ注文です。ちょっと待って、今の手の動き何？主なメニューはどの寿司屋でも同じです。代表的なメニューに大トロ、中トロ、トロがあります。これはマグロの質を表します。大トロは最高級、油分を多く含み、ちょっと何浮かしてんだよ、なんかグロいよ。シャリと呼ばれる米も最高級ブランドのコシヒカリを使用しています。なんかもうこの寿司から食中毒が発見されたみたいになってる。一方、トロは低所得者向けのジャンクフードです。ジャンクフードって、大トロとの扱いの差がひどい。魚はリサイクル品を使用。いや、そんなことない。何をつなぎ合わせた？米は使わず、麦やパスタを刻んだフェイクの米を使用してあります。もはや寿司とは呼ばない。寿司は下駄に乗せて出されます。下駄じゃねえよ。まあ確かに形は似ておりますが、消毒したものを使用していますので安心して寿司を食べられます。まさかの本当に使ってる下駄だった。消毒すりゃいいってもんじゃねえ。これをそのまま履いて帰る人もいます。もう意味がわからないよ。多くの日本人の足から酢の匂いがするのはこのためです。いや、それはただ足が臭いからだよ。これはガリです。材料は謎です。動画だよ、安心して食ってくれ。さあ、いよいよ寿司の食べ方です。まず紫と呼ばれる醤油を 20cc 出します。こんなん測ったことないから、だいたい適当だから。次に中指、人差し指、親指で寿司の向こう側をつまみ、手前に返します。だからルールが細かい。まあ手で食べる人もいますからね。でも衛生的なことを考えて、今時は箸で食べるのが主流じゃないかな。醤油を寿司につけます。分量は決まっていませんが、重さが変わるまでは十分に染み込ませましょう。そう、これくらいが目安です。どう見てもつけすぎだよ、病気になるわ。正面に45度顎を上げ、一口で食べます。お前、池の鯉か。食べ方が汚ねえよ。食べます、食べます。
食べます、食べます。もはや何かの宗教。手に米や魚の匂いがつきますので、手元のウェットタオルで拭きます。ウェットタオル言うな、おしぼりって言ってくれ。これは雑巾と呼ばれる様々な用途に使われる便利な布です。おしぼりでもなかった。まな板や床もこの布で拭かれています。一度使ったらしばらくは洗いません。衛生管理もクソもないな。この人は寿司を作る技術者です。客は大将と呼ばなければなりません。大将は大抵人には言えない過去があるものです。いや大将、その包丁を拭く前にその雑巾で今何を拭いた。あと人には言えない過去ってなんだ。聞かないようにしましょう。怖えよ、包丁持ったままこっち見んな。レストラン同様、寿司屋にも店長のおすすめがあります。これは大将、何かおすすめは？と言えば教えてもらえます。法律で認められていないメニューの場合もあるため、おすすめのメニューは聞かないと教えてくれません。いや、ちょっと待って、今日本人が絶対に食べない生き物たちが映ってたんだが。何も知らない、自分には関係ない、悪いのは大将だという顔で、国際保護動物に指定されたものの可能性のあるおすすめを楽しみきるのが日本人の建前なのです。外国人の皆さん、これ嘘ですからね、絶対に信じちゃいけませんよ。食後のお茶のサービスをあがりと言います。これはあがりです。違います。もうお腹がいっぱいで一枚のがりも食べられない、だからお茶をくださいという意味を表しています。もう一度言います、違います。さあお会計です。ここではお愛想と言います。両手の人差し指でバツを作ります。これがお会計の合図です。お前の店にはもういられるかという意味を表しています。違います、締めの意味です。これは領収書という不思議な紙です。これを書いてもらえば後から換金することができます。仕組みは謎です。これはリアルな日本の闇ですね。醤油の塩分が物足りなかった人のために、店の外には塩が持ってあります。無料サービスですので自由に食べましょう。どんだけ塩分求めてんだよ。あとその塩はただの演技担ぎだからな。さあいかがでしたか。これが寿司屋のマナーです。ちょっと待って、なんかおかしなのが乗ってる。この他にも様々な寿司がありますので、いろいろ注文して楽しみましょう。寿司って一体なんだっけ。